ウオザ・クジラザ超銀河団コンプレックスは、超銀河団、銀河フィラメントの複合体で、乙女座超銀河団を含む、ハワイ大学の天文学者、ブレント・タリーが1987年に発見した。ウオザ・クジラザ超銀河団コンプレックスは、長さ約10億光年、幅約1.5億光年と推定されている。 当時発見されていた宇宙の大規模構造のうち最大のものの一つであったが、その後に長さ13.7億光年のスローングレートウォールが発見され、さらに長さ40億光年の U1.27、長さ100億光年のヘルクレスザ、カンムリザグレートウォールが発見された。この複合体は約60個の銀河団から構成され、合計の質量は 太陽質量の1018倍になると推定される。発見者によると、この複合体は5つのパーツに分けられる。ウオザ、クジラザ超銀河団ペルセウスザ、ペガススザサ・ペルセウスザ、ウオザサ超国質ザ領域乙女座、ウミヘビザ、ケンタルスザ超銀河団銀河系の含まれる乙女座超銀河団の質量は約1015太陽質量で全体の0.1%にしかならない。 スパークラスターコンプレックスの正式な和訳語が存在しないため、超銀河団コンプレックスと訳す。ありがとうございます。